メアリー・エリザベス・ウィンステッドは、アメリカ合衆国出身の女優である。彼女は、ホラー映画、ファイナル、デッドコースターや、デスプルーフ・イン、グラインドハウス、優勢からの物体 X ファーストコンタクト、リンカーン、秘密の書、ジュー・クローバー・フィールド・レーンでのスクリーム・クイーンとしてよく、知られている。ウィンステッドは、ベテルート・ジェームズ・ロナルド・ウィンステッドの間に生まれた5人兄弟の、末っ子である。 彼女はノースカロライナ州ロッキーマウントに生まれた。ウィンステッドは母方の祖父が女優エヴァガードナーのいとこだったと発言している。彼女がわずか5歳の時一家はユタ州サンディのソルトレークシティに引っ越した。ウィンステッドはペルービアンパーク小学校で優秀な成績で上級クラスに通った。そしてダンサー喧嘩手になるためイリノイ州。 シカゴのジェフリー・バレットの書きプログラムに参加した。彼女は国際児童が唱団の一員でもあった。ウィンステッドははじめバレリーナを志していたが10代に入ると身長により断念せざるを得なかった。13歳の時点で背が高すぎることに気づいたという。その後バレリーナとしてのキャリアを生かして役者を目指した。バレリーナを辞めて役者を目指すことになった後、 ウィンステッドはブロードウェイのヨセフザ・アメイジングテクニカラドリームコートにダニー・オズモンドの映画版が公開されている時に出演してデビューを果たす。ブロードウェイでの短い契約が切れるとウィンステッドはタッチド・バイアン・エンジルやプロミス・ト・ラントなどの様々なテレビドラマにゲスト出演するようになる。そして彼女は NBC のソープ・オペラ・パションスのジェシカ・ベネット役で 初めてレギュラー出演をする。ウィンステッドは1999年から2000年まで出演しその後の作品に出演するため交板した。後にパッションスでは本当に小さな役割だった。だからとらわれず簡単に離れることができたと語っている。パッションスを降りた後、短命の CBS ドラマシリーズウルフレークに出演してティム・マシスンの娘を演じた。 このシリーズは10のエピソードで打ち切られた。2004年、ウィンステッドは MTV のテレビ映画モンスターアイランドで助演を果たす。2005年の自主コメディチェッキングアウトには脇役で出演する。そして大きな役割をウォルト・ディズニー・ピクチャーズのスカイ・ハイデー演じる。この映画にはカート・ラッセルやケリー・プレストン、マイケル・アンガラのダニエル・パナ・ベーカーが出演しており、 ロッテントマトズで73%の評価、工業的にも成功した。スカイハイ出演後、ウィンステッドは、X ファイルを手掛けたホラープロデューサージェームズ・ウォンと、グレン・モーガンと働くようになる。ファイナルデッドコースターで、ウェンディ・クリステン戦役で、ライアン・メリマンと共演して以降コラボレーションが続いた。ファイナルデッドコースターは、工業的成功となったが、 ロッテントマトズでは45%の評価だった。ウィンステッドはこの映画に出演していたシェラン・シモンズと2004年の MTV 映画モンスター・アイランドですでに共演していた。ウィンステッドの次の出演はファイナルデッド・コール・クライアミにベルが鳴るだった。この映画でもウォンとモーガンと一緒だった。共演者のクリスタル・ロートはファイナルデッド・コースターで共演していた。 ファイナルデッド・コール・クライアミに、ベルガのアルワの批評家の反応は、さほど良くなかったが、彼女は2007年スクリーム賞のスクリームクイーンに、ノミネートされた。また、ウィンステッドは、ジェイ・レノのトゥナイト賞にも登場した。同じ年、ロバート・カイ・ケネリの人生最後を描いた、エミリオ・エステベスの、ロビーに出演する。ウィンステッドは、アンソニー・ホプキンスが出演すると知ってこの映画に、 興味を持った。ボビーには他にもシャイア・ラブーフやハリー・ベラ・フォンテ、リンジー・ローハン、デミ・ムーア、ウィリアム・ h 名メイシー、アシュトン・カッチャー、クリス・チャン・スレーター、シャロン・ストーンといった有名人が多く出演しており、脚本に対しての批評家の反応は賛否両論だった。この映画は全米映画俳優組合小キャスト賞にノミネートされ、ハリウッド映画祭で最優秀。 アンサンブルキャスト賞を受賞した。2007年には、クエンティン・パランティーノのグラインドハウスのデスプルーフ・イン・グラインドハウスに登場した。デスプルーフ・イン・グラインドハウスはウィンステッドとカート・ラッセルが共演した映画第2作目であるが、彼女はロザリオ・ドーソン、トレイシー・トムズ、スタント・ウーマンズ・オイベルトシーンを撮影しただけだった。グラインドハウスは公開後、 肯定的な意見が多かったが、工業的に振るわなかった。デスプルーフ・イン・グラインドハウスの後、彼女は、ダイ・ハード4.0で、父親、ジョン・マクレーンと疎遠になった娘、ルーシーの役を獲得する。他に、ジェシカ・シンプソンなどが候補に上がっていた。ここでは、ブルース・ウィリス、ジャスティン・ロング、ティモシー・オリファントと共演し、工業的にも、評価的にも成功を収めた。 2007年3月、テキサス州オースティンで行われた、クラインドハウスのプレミアでのウィンステッド2008年、彼女は映画版、ジャスティスリーグでのワンダーウーマン役でテストを受けた。ダンス映画、メイク・イット・ハプン、では、主演を務める。メイク・イット・ハプン、は、アメリカでは公開されずオリジナルビデオとなり、イギリスでは、工業的に振るわなかった。 それでもダンサーになることを夢見ていたウィンステッドにとって、この映画は大きな意味を持った。2010年、ウィンステッドは、エドガーライト監督のコミックスコーコットピルグリムの映画版、スコットピルグリム VS ジ邪クな元彼軍団で、マイケル・セラと共演する。撮影は2009年3月から9月まで行われた。彼女は役のために2ヶ月ほど訓練して、 スタントをほとんど自分で言った。2010年に映画が公開されると批評家から賞賛されたが収入は悪かった。DVD が発売されるとアメリカでは好成績を記録した。ウィンステッドの演技は評価されてインチョイスアワードのチョイスアクトレスアクションにノミネートされた。2010年2月、ウィンステッドは優勢からの物体 X の前日談に個性物学者、 ケイトロイド博士役で出演が決まった。監督は、マシーズ・バン・ヘイ・人間ジュニア。この映画は2011年10月14日に、公開された。ウィンステッドはこの役を演じるにあたって、神経界である姉妹を参考にした。批評家は、彼女の映画でのパフォーマンスを褒めた。ウィンステッドはまた、ダイ・ハードシリーズ第5弾で、ルーシー・マクレーンを演じることに関心を示している。なお、 詳細は不明だが、ザリングの続編に出演するとも噂されている。2010年には、ロマンティックコメディザイワードのテストを受け、ケイシー・アフレックとの共演が囁かれていた。だが2012年7月17日、この映画の主演は、ダニエル・ラドクリフとゾーイ・カ火山に決定した。2011年10月6日のインタビューでは、ダイ・ハードの続編への出演についてて、 出演しないと思うわ。何も聞いていないし、と答えている。2012年2月22日、続編、ダイハード、ラストでは、ジェイ・コートに演じるマクレーンの息子に焦点を当てた作品であることが明らかになった。また、アメージング・スパイダーマンで、ヒロインのテストを受け、マット・デーモン主演、ベンジャミン・ミーの自伝小説の映画版、幸せへの奇跡の候補にも上がった。 だがどちらにも選ばれず、それぞれエマ・ストーンとスカーレット・ヨハンソンに決定した。2011年2月17日、ベンジャミン・ウォーカー主演、リンカーン、秘密の書でウィンステッドが、メアリー・トット・リンカーンを演じることが発表された。この映画は、ウォンテッドのティムール・ベクマン・ベトフが監督し、アメリカで2012年に公開されると、賛否両論の評価を得た。ウィンステッドは、ジョス・ウィードンの、 アベンジャーズにおいて、マリア・ヒル役の候補になっていたが、最終的にコビー・スマルダーズが選ばれた。同年の9月21日、ジェームズ・ポンソールド監督の自主映画、スマッシュ・ド・ケイトのアルコール・ライフで、アーロン・ポールとの共演が明らかになった。ウィンステッドは出演シーンをわずか19日で撮り終えた。81分のこの映画は2012年のサンダンス映画祭で上映された。 ここでは、優れた自主制作ドラマへの特別審査印象が贈られた。2012年2月5日、ソニーピクチャーズクラシックスが映画化権を取得したことが報道され8月8日に、2012年10月12日公開が発表された。2011年10月28日、ロマンコッポラのエーグリンプスインサイドザ・マインド・オブ・チャールズ・スワン・スリーへの出演が明らかになった。 2013年2月公開予定のこの映画でスコット・ピルグリム VS 邪悪な元彼軍団のジェイソン・シュワルツマンとオーブリー・プラザとの再共演を果たす。この映画には他にチャーリー・シーン、ビル・マーレー、キャサリン・ウィニック、マキシン・バーンズが出演する。2012年3月1日、ウィンステッドがコメディ映画 ACOD に参加することが分かった。 共演者には、アダム・スコット、リチャード・ジェンキンス、ジェーン・リンチ、ジェシカ・アルバ、キャサリン・オハラがいる。ウィンステッドは、ダイ・ハード・ラスト・デイには関与していないと話していたが、8月7日に出演することが明らかになった。9月12日、カメオ出演のウィンステッドは1日で出演シーンを撮り終えた。ウィンステッドは、テキサス州オースティン出身の映画監督、 TV 脚本家、ライリー・スターンズと結婚。二人は、彼女が18歳の時に出会い、2010年に結婚した。2017年に離婚。ウィンステッドは音楽について、バット・フォー・ラッシーズ、フランスの大衆音楽、ミー・ウィズ・アウト・ユー、シャングリラス、ザ・シュレルズ、ロイ・オービソン、ザ・エックス・エックス、ベン・イー・キングの、スタンド・バイ・ミーが好きだと述べている。 またホラー映画の大ファンで見ると、いつも興奮して熱中してしまう。シャイニングに、エイリアン、ローズマリーの赤ちゃんは、私が初めて見たホラー映画で、今ではお気に入りの3本になっていると発言している。ウィンステッドは2014年アイクラウドからの著名人プライベート写真大量流出事件の被害者である。何年も前に、夫と自宅でのプライベートな時間に撮影したもので、 あることを認め、かつ何年も前に削除した写真だと話している。ラブ、デスロボット、ゲール役。ありがとうございます。